はい、今回は、名人戦リーグの、1局から、孫誠七段対河野臨九段の1局を、見ていきたいと思います。はい、河野九段がね、この後までは4勝0敗だったんですけど、黒星をね、つけた、1局です。はい。はい、それでは見ていきたいと思います。なんか孫さんは、まだ、まあ、目立った活躍はそんなにないんですけど、プロの間ではもう、すごく評価が高い、棋士みたいですね。はい。はい、これだけ打って、まあ、こうやってね、工夫しましたね。本因坊戦ではね、第6局ですか。で、井山さんはこういうふうにね、工夫されましたよね。はい。まあ当然挟みたいところですよね。まあこう打たれても、まあ意外とね、さばきには困らないよと言っていますね。こうやった時にここにね、覗き返し。まあ普通に打てばこういう形なんですけど、そうですね、こうやって反発ですね。黒も A のぞきと、まあつなぐとこうやってね、これ取れますんで、こう気合の進行になりましたね、急に。はい、この別れなんですけど、まあどうなんでしょうかね。どちらも言い分があるような感じで。ここはね、非常に何やってるか難しいところですけど、まあこうやって様子を聞いたんですよね。こっちで、聞きますと、こういう手が効くので、まあ、渡りやすいっていうことですかね。ね、6があればね。なので、それを拒否して、こうやって取ったんですね、白も。で、割り込んでと。はい、こういう別れになりましたね。まあ、この別れは、まあ、部分的には白もまあまあなのかなと思っていました。はい、見た感じは、見た目は。はい。こうやってやったんですけど、ちょっとですね、ここら辺の折衝が、ちょっと白の方に誤算があったかもしれません。この時ですね、こういう進行になったんですけど、実戦こうやってね、こう取られたんですよね。こう取ってはですね、黒大成功で、これ以上ないっていう感じだったんですよね。これ何か誤算があったはずで、こう逃げると、もうこれ継がれまして、取るとこうやってね、これが助かると。こっちもあるんですかね。あ、これはないですよね、こう取られちゃう。ただ今思うと、こう逃げてこうやって、まあこれ絞りを決めてもいいですけど、やっぱり取られちゃまずいですかね。こう渡って、これじゃやっぱり、これ要ですもんね。やっぱり良くないかな。はい。ま、こうなって良くないので、仕方なくこうやったんですけど、はい、これは一気に黒が良くなりましたね。
はい、だからちょっと白はやりすぎたかもしれませんね、ここら辺は。ここが妙にちょっとアーチが残ってたので。まあ、ここまでやるどっかちょっと無理だったのかもしれませんし、どっかでちょっと勢い止まんなくなっちゃった感じも、やめらんなくなっちゃいましたね。切りが厳しい手でね、はい、ちょっとしびれましたよね。こう当てるわけには、まあ、当てた方がまだいいんですかね、もしかしたら。一応取られるっていうことはなさそうに見えます。ただこれでもいいと言えるかは微妙なんですけど、いいとは言えないかもしれないんですけどね。ちょっと誤算があったはずです、これは。はい。まあちょっと白はね、辛抱強く打たないとですね、この後チャンスを待ってっていう感じです。そうですね、まあ、ちょっとこのツケはね、やりすぎだったかもしれませんね。コスミぐらいで逃げておけば打ちやすい形勢だったと思うんですけど、コスミツケからね、この攻め合いが攻め合いになったんですよね。まあ、ただ、これで、なんかコウノコリみたいなんですよね。こうやってここで手入れたんですよね。コウ材作りで、どっから行けばコウになるのかな。例えばこうやって、コウになるのかな。まあ、コウか、石だったですかね、確か。どうやって、まあ、この図は石ですね。はい。ただ今石にすると、ちょっとこのような感じで、この11取られるわけにいかないですので、こんな感じで、ちょっと息苦しいんですね、黒も。はい。なので、こうつけて、ね、次やりますよと。次石にしますよっていうことで、これ解消したと。まあ、意外と損してないのかもしれませんね、黒が。で、ここにこうやった手が厳しい手で。そうなんです。これね、コスミツケも効いてるんでね、次下がられると取られてしまうんで。だからね、ここの折衝が散々でしたよね。これがこのまま全て持ち込まれ、取り込まれていますので。このように、まあ、逃がしても、はい、逃がしてもここで地がね、つけば優勢という判断ですね。はい、まあ、ここまでで、まあ、もう少し打ったんですけど、この後白が投了しましたね。はい。まあ、河野さんにとってはね、ちょっと珍しいぐらいの、まあ、読み落としがありまして、もう序盤でね、だいぶ黒が打ちやすくなった一局だったのかなと、はい、思いました。はい。まあ、ただ、これに負けても、まだ
トップを走っていますので、まだいっぱいですからね、河野さんが挑戦者になる可能性は、はい、高いですね、まだね。はい、じゃあこの後はこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、失礼いたします。